買ってきたんですけど、はい、今度持ってきます。あ、わかりました。それは浸水してないですか？それは大丈夫です。断じて大丈夫です。あの、せっかくいただいても、あの、受け取らない可能性が出てきますね。それはちょっとね、それ聞いちゃうと、いやいや申し訳ないけど、せっかくもらうけど、ちょっとねみたいな、はい、今回ちょっと受け取れないっすねっていうパターンかもしれないですね。それそれは大丈夫。大丈夫ですか？大丈夫。それは無傷でいます。机の上置いといたんで。あ、なるほどなるほど。じゃあ大丈夫です。 無傷なはず。無傷だったら大丈夫です。そしたら喜んで、そうですね、はい、心よく受け取れますか？そしたら、はい、そうね、濡れとったらいいね。あれっつってね、あれっつって、見た目綺麗だけどみたいな。なんか気持ち的に、そう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 、あります。大丈夫、それは大丈夫。冗談です、冗談です。お疲れ様です。今日は10月24日、はい、今日はね、こちらでレッスンがあって、その後出張ですね。で、昨日ねサムが来て、こちら届きました。ベネット黒田の CD 11月の13日に発売になります。で、12日が恵比寿ワット・ザ・ディッキンスでのリリースライブとなっております。ライブ配信もやる予定です。ここで撮影したやつね、なんか中国のマフィアみたいな人がいますけど、はい、いやー嬉しいね、こうやって形になるとさ。最初はね、これ CD は作んないで全部こうデジタルでダウンロードとかにしようかっていう話だったんですけど、まあ、結局ね CD なりました。限定で200枚だったかな。で、そのうちの50枚がここに入ってるそうです。昨日持ってきてくれました。開けてみよう、せっかくだから。お、たっぷり入ってるね。これ50枚本当にあるのかな、ちょっと数えていいですか？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,はい、50枚入っております。これはサムからもらったやつね。限定200枚ですから、お早めにという感じで、まあ直接言っていただければ。で、料金は確か1枚これ2000円だったと思います。13日になればですね、サムのバンドキャンプのサイトの方から全曲買うこともできるし、視聴もできるし、ダウンロードできるんですけども、同時にApple Music とかね、Amazon プライム的な、プライムミュージックだっけ、そういうストリーミングのサービスの方でも聴けるようになる予定でございます。はい、その設定はまだやっておりませんが、間に合うと思います。じゃあ生徒さん待ちましょう。もうちょっとしたらね来ると思います。今日作ってるこの Vlog はですね、燃え尽き症候群っていうか、すっごい疲れちゃってて、この人すごい作っててすごい嫌だ、これ見せたくないこんな姿、すごい疲れてるこの人。ただこれ編集しようがないっていうか、これ撮っちゃってるからね、疲れ切ってんだよな。はい、こちらでのレッスンが終わりまして、これから出張レッスン行ってきたいと思います。今日はですね、初台のノアですね。久しぶりだな。よくねバンドリハで初台のノアをね使ってたんですよ。あそこは駐車場があるんで、ノリさんがねよく選んでましたね。行ってきます。
到着です。まだいらしてないけど。すいません、遅くなりました。いやいやいや、ご無沙汰してます。ほんとご無沙汰ですね。ご無沙汰だったんですよ前回は、はい、まあギターのリフっぽいやつやりましょうっていうこと で、はい、で今度は人差し指が5弦に変わります、はい。まあ成長の記録として動画にしましょう、はい、そうですね、はい、でそれ限定公開でいつでも見れるようにしてくれて、はい、したら思い出に、ね、はい、レッスン終わりまして戻ります。はい、出張レッスンから戻ってきまして、ここからはですね事務作業をやっていきたいと思います。いやー、こういうのが本当さ、自分は本当気が乗らない。もう今日もね8時半ぐらいかな、もう動画もアップ終わってて、もうネットカフェ行ってやろうと思ってたの。もう追い込んでやろうと思って。でもさ、明日日曜日で朝練だし、レッスンも入ってるし、いやー、徹夜明けで挑むのは結構しんどいだろうなと思って、それで結局はここに留まる判断をしたんですが、いやー、気が進まない。きついな。ちょっと勉強しますよ。はい。あれ、またピーって言ってるか。まあ今日の動画がね、あまりにも気合が入ってない動画だったんで、追い込んでネットカフェで徹夜してやるかなんてこう思ったんだけどね、明日からのこともありますからね。終わった。とりあえず文化庁の給付金のやつを、やってました。申請を8月の半ばぐらいにして、で10月の半ばぐらいにその申請が通りましたよということで、給付金をいただきまして、でそれがね、なんか知らないけど前払いっていうなんかボタンを自分が押しちゃってて、前払いだと 50% 支給される 50% をまず振り込みますっていうことで、今日やった作業は終了しましたみたいな報告書みたいなのを提出するんだけど、そうすると残りの 50% が振り込まれるとかっていうシステムなのかな。で今それを終わらせたんだけど、なんかねよく分かってないのは、そもそもこの申請した段階で9月22日が完了になりますよっていう形で申請したのね。でもそれがそもそも通ってるのかどうかっていうのが分からないまま9月22日を当に過ぎまして、で10月の半ばに申請通りましたって言って、その1週間後だか10日後ぐらいに、まあ、半額がねこう振り込んでいただいたんですけど、でもその説明書きでは完了の日から30日以内にやってくださいよっていうことで、いや過ぎてんじゃんっていう、その通ったかどうかが分かってないじゃんっていう感じでさ、それでよく分かってなかったんだけど、まあ一応完了しましたっていう報告書を提出したんで、残りの 50% がもしかしたら振り込まれるかもしんないし、まあ振り込まれないかもしんないし、よく分かってないんだけど、一応やることはやりましたよということですね。いや、こういうの難しいよね、本当に。
いやまだねやることは残ってはいるんですよ。例えばイズマティックの曲練とかね、その辺も本当は始まってないとまずいんですよね。でももう12時過ぎちゃったよ。明日は朝練でしょ。まあ今日は終了だな。今日は終了です。これはなかなかね進んでないんです。まあ今週っていうかまあ明日以降まためちゃくちゃ忙しくなっちゃうんで、そこで無理なサイクルをやるべきではないっていうことと、できる限り空いてる時間を使って本来やるべきこととかね、やりたいことを進めるのが本来あるべきやり方だから、その徹夜してなんかやるっていう、そのネットカフェに行って追い込むっていうやり方は本当奥の手だと思うんですよね。本当はやっちゃいけない手段だと思うんですよ。でもどっかにはあって、無理くり自分の本来やりたかったステップに持っていくみたいなさ、まあ葛藤なんだけど、奥の手だね。ネットカフェで徹夜するっていうパターン、それは計算には入れてはいけないやり方ですね。で今もねこう来週のスケジュールをちょっとこう割り振ってはいるんだけど、結構やばいよね。来週以降、明日からやばいです。イズマティックのリハーサルが控えてまして、曲練をしなきゃいけない。で曲練が進んでいない。でイズマティックのオルフェウスでやったライブのミックスがラフミックスですね、上がってきてます。でまだ全部じゃないんだけど、ジェフが欲しい楽曲があって、全曲動画を撮影してて、その中で最低でもこれだけはライブ映像と音をちゃんとこう固めたいっていうやつがあって、それのちゃんとしたミックスとかやり直しパンチするとかね、そのやり取りもあるんです今で。ベネット黒田のリリースライブに向けてのこともあるし、結構今ね重なってるんですよね。で来週はのりさんとのライブ配信が30日金曜日ありますから、いやここはきついな。まあ、今はうまいことスケジュールをこなすっていうね、その采配が非常に重要なタイミングになってきてますね。抑えられちゃってる時間っていうのはレッスンも含めてあるわけだし、動画の編集時間もあって、で空いてる時間でその自分が進めたいこととかやんなきゃいけない、その事務作業とかそういう部分を進めなきゃいけなくて、その采配ですね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。いやー頑張っていこう。まあなるべく今夜アップした動画みたいな燃え尽き症候群的なね、ああいう動画は作りたくないんだけど、まああれが現実ですので、私の Vlog は本当にただのドキュメンタリーですから、面白おかしく見せられる日もあれば、ああやってねしんどいですっていう状況しか見せられない日もあります。こっから2週間、勝負ですね。頑張っていきますよ。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。